皆さんこんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。現在宇都宮線という電車に乗ってます。本日は茨城県古河市の古河駅周辺を散策するという動画でお送りします。割と住宅が密集しているような街に見えますね。で、まもなく古河駅に到着します。はい、古河駅に到着しました。僕の乗ってきた電車はお隣栗橋駅に向けて発車していきました。で、向かいにも電車が止まってると思うんですけども、湘南新宿ラインという電車で池袋、新宿、横浜方面に向けて走る電車となってます。で、奥には何やら大きいタワーマンションがありますね。で、それでは改札口まで行こうと思います。改札はホームから階段を降りたところにあります。はい、行き先表示を見てるんですけど、湘南新宿ライン、上野東京ライン、逗子、熱海、伊東と、湘南、静岡エリアまで電車が結ばれているということで、なかなか便利なエリアかと思います。はい、古河駅改札から出ますと、正面にバルと書かれた駅ビルの入り口があります。で、お隣右側にはロッテリアなど、ファストフード店があります。フロア案内を見てますけども、食料品売り場、飲食店、薬局、塾、居酒屋が入ってます。そして、古河の地元の食材が売られてるみたいです。ぬた屋さんの甘露煮が有名みたいです。他には古河市非公認キャラクター古河にゃんこのクッキーで、下には青木酒造さんの地酒で、さらに下の右側には古河名物のなんかコロッケを挟んだパンがありますね。なんか美味しそうです。他にもね、お米とかお茶とかあるみたいで、結構食材が豊富な街って感じですね。皆さんも行った時はちょっと立ち寄って買ってみると良いかもしれないです。はい、それではバルからカメラを右に回しまして、まず東口から散策していきましょう。あとで西口の方も散策していきます。駅を出ますとタクシープールやバス停がありまして、カメラをこう回していきますと、雰囲気としてはそこまで高い建物がある様子はなさそうですね。こんな感じになってます。東口の駅の外観を映しまして、で、左側お隣には吉野家があります。あとはタクシー会社さんとかわらわらといった居酒屋さんがあります。右側の方は駅とくっついている居酒屋さん、魚民とかがあります。まあ、このような構成となってます。はい、それでは東口から伸びる通りをまっすぐ歩いていこうと思います。よろしくお願いします。まず最初の交差点のところには左手にみずほ銀行があります。他には日本レンタカー、左側には小さな商店とか、奥には有機信用金庫と書かれてます。で、学習塾といった、まあ、このような感じになってます。で、ちょっと大きい交差点がありますので、左側の様子をカメラを向けてみたいと思います。通りの左側はこんな感じでビジネスホテル、ルートインがあったり、奥にも中規模のビルがあって、住宅街がこう混ざってるような感じになってますね。それではさらにまっすぐ歩いていこうと思います。で、通りの左側にはこちら綺麗な高いマンションが建ってます。で、このように通りでは歩行者専用と、あと自転車専用って感じで分けられてますね。結構歩きやすい感じの通りでした。この通りは新しい建物から昔ながらの建物がこう交えて街を形成している、そんな感じがしました。まあ、映像を見て皆さんもわかるかと思います。新しい建物だとさっきのマンションもそうですけど、こちらなんかとても立派なビルですね。県民共済のビルみたいです。他にもまた高い綺麗なマンションが建ってます。古河駅周辺はマンションが比較的多い印象がありました。さらにまっすぐ歩いていきましょう。朝日生命、奥には足利銀行、先ほどの県民共済も含めて銀行、保険会社系のビルが比較的多く目につきます。で、途中交差点国道4号と書かれてます。正式には125号線で、確か埼玉に入ったあたりで4号線になると思いますが、とりあえずここを左に曲がっていきたいと思います。正面にはなんか NTT データの大きい建物があります。この通りは比較的落ち着いた通りになってます。イオンがありますね。あとはビバホーム、ホームセンターがあります。他はロードサイドショップ型のお店が目につきます。で、ここで簡単に古河市の概要をお伝えします。古河市は関東地方のほぼ中央、茨城県西端の県西地域に位置する市です。人口が約14万人で、茨城県の西部の中では最大の都市となります。
また上野まで約1時間で結ばれるから、東京のベッドタウンとしての役割も果たしているとのことです。茨城県は常磐線という鉄道がありますが、古河の方は宇都宮線という電車を使います。さっきが僕が乗ってきた電車ですね。実は古河駅と両隣の駅で県が違う、つまり3駅連続県が違う面白いエリアとなってます。隣の乃木駅は栃木県、さらに南方向お隣栗橋駅は埼玉県、国道4号も栃木と埼玉の幹線道路にちょうど茨城県の古河市が挟まりますんで、茨城県の中心都市水戸よりは宇都宮、埼玉といった方が経済的結びつきが強いエリアになってます。ちなみにこれは駅で取った運賃表なんですけども、水戸までは1520円、一方宇都宮は770円、そして埼玉の中心大宮までは590円、全然安いですね。で、水戸まで1520円で、都内だと八王子まで行けるぐらいの運賃表となってます。今の説明でいかに水戸よりも栃木とか埼玉との結びつきが強いのか分かったと思います。ではここの住宅街を抜けて古河駅まで戻っていこうと思います。途中来た道を振り返ったらアリオって書かれてます。確かイトーヨーカドーのショッピングモールですよね。古河にもあるのかなと思ったら、直進16キロ、アリオ鷲宮って書かれてます。鷲宮だともう埼玉県になっちゃいますね。古河には残念ながらなかったです。はい、で住宅地を歩いていきますと、古河労働基準監督署とか書かれてます。このように茨城県西部の中心都市になってますんで、行政的な建物とかも比較的多かったです。途中この道で合ってるかなって不安になりましたけども、タワーマンションであそこが駅だなというのが一発で分かりました。ある意味古河のランドマークみたいな感じになってますね。住宅街を抜けちょうど駅のあたりまで戻ってきました。焼肉屋さんがあってカメラを回していきますと広々とした駐車場があります。あといくつか奥に小規模のビルに飲食店のテナントが集まったところも見受けられます。それではこの鉄道高架橋の下を抜けまして、今度は西口の方を散策していこうと思います。正面にコモディ飯田って書かれている駐車場がありまして、そこのところ左に曲がったら西口のところまで行けます。はい、左に曲がりました。ちょうどタワーマンションの今下にいます。でここまっすぐ歩きますと左側には古河駅直結の駅ビル、さっき紹介したやつですね、バルーの建物があります。でちょうど西口のところに来てます。西口の外観も東口の外観とすごい似てます。あと奥にはマンションがあったりします。さすが首都圏のベッドタウンという雰囲気も出てますね。駅左側に先ほどのバルがありまして、下にはお花屋さんのテナントもあります。他には、早稲学高等学校、通信制の学校だったのかな。で正面にはですね、コモディ飯田っていうこちらスーパーがあります。でそのスーパーの上にはこちらタワーマンションがあります。もう都心に普通にありそうなぐらいのタワーマンションですね。古河市のランドマークといっても過言ではありません。それではですね、この西口の正面の通りをまっすぐ歩いていこうと思います。こちらは昔ながらの商店とマンションなどが入り混じった、街で形成されています。どこか落ち着く、そんな感じがします。コーヒーハンバーグって書かれてます。昔ながらの洋風レストランでとてもいい味が出てます。こういうところって結構美味しいんですよね。さらにまっすぐ進みまして、正面の突き当たりの信号を左側に曲がろうと思います。で左側を曲がったところになんか看板がありまして、古河歴史博物館、文学館、美術館とかありますね。結構なんだろう、観光地ティックな雰囲気が出てます。後で調べてみたんですけど、古河市は結構歴史のある町みたいです。でさらにまっすぐ進みますと大きい交差点があります。結構車通りも多くなってきました。で正面にはマンションとかまたありまして、でおしゃれな街灯があります。でカメラをちょっと左側に回しますと、おしゃれな街灯とこちら立派な建物がありまして、呉服店みたいです。すごい雰囲気が、なんか小江戸感が出てますよね。進んでいきますと左手側にも立派な建物で、何やら下にテナントが入ってます。古河駅東口とはまた全然雰囲気が違いますよね。少し小江戸感や歴史を感じさせるような雰囲気が西口側にはあります。
歴史といえば、古河市は江戸時代に古河藩の城下町、日光街道の宿場町、古河宿として栄えました。で、古河市を流れる渡良瀬川というのがありまして、動画の最後で行くんですけどね。で、水運が盛んだったので船で米や野菜を、利根川江戸川を経由して江戸に運搬したという歴史もあるみたいです。道路の途中に、案内がありまして、花火大会が有名みたいな記載があります。場所は先ほどの渡良瀬川と書かれてました。さらにもう少し進んでいきましょう。先ほどの案内表もなかなか歴史的な感じでしたし、人形の伊勢屋とか書かれてまして、なんか小江戸感がすごい増してきたような感じがしますね。で、しばらく歩きまして、途中今車が入っていくところの通りを今度は歩いていきたいと思います。で、入っていきますと、このような小江戸感があふれる通りがあります。左側にお店があります。お隣はお土産屋さんとかもあります。住宅も普通に混じってますが、建物が歴史的な感じで少し旅をしているような気分になります。他にも歴史的な建物のところにこちら看板がありまして、カフェ&ギャラリーと書かれてますね。いやー、いい感じですね。で、さらに奥にはお休み処坂町と書かれてます。で、建物がこちらになってます。もうすごい雰囲気がありますよね。残念ながら今日は閉まってたんですけども、外側の雰囲気もすごい味わえて良かったです。さらにまっすぐ進みますと、また立派な建物があるんです。こちら何だと思いますか、皆さん。僕は美術館かなと思ったんですけども、実は小学校だったんです。茨城県古河市立古河第一小学校って書かれてます。公立学校でこのクオリティはすごすぎですね。で、小学校付近にもこちら美術館とか博物館、文学館の案内がありまして、地図があったんで、ぜひ皆さん行くときは参考に見てみるといいと思います。道の途中にもこちら、案内標識がありましたんで、ぜひ参考にしてみてください。だいぶ辺りが暗くなってきました。日没までもうすぐって感じですね。で、先ほどの通りまっすぐ歩くと、もう普通にあとは住宅街になりまして、で、この住宅街の先にですね、渡良瀬川というところがありますんで、最後そちらまで行こうと思います。はい、こちらの交差点、今映像で映した道路が橋になるんですけども、その下に渡良瀬川が流れてます。ちょうど交差点のところから今古河市内の様子を映してます。このような住宅街と、あとですね、タワーマンションがあって、あの辺が古河市街地になります。結構こう見ると歩いてきましたね。で、川の向こう岸が埼玉県の加須市となります。ちょうどここが茨城県と埼玉県の県境の場所になります。こう見ると渡良瀬川ってすごい広くて、で、周りに建物がないから余計広く見えますよね。なんともこう美しい感じの景色が広がってます。この辺のエリアは関東の中でも結構暑さで有名なエリアです。ただ夕方になってこの川を見るととても涼しい気分になれます。せっかく来ましたので橋を歩きまして、茨城県と埼玉県のところをまたぎました。はい、以上古河駅周辺を散策するという動画でお送りしました。古河の意外な魅力っていうのを今日分かったかと思います。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。